ハンティング H126 ハンティング H126 アットザ・ RAF ミュージアム・コスフォード・ハンティング H126 は、イギリスのハンティング社が、英国内では、Z フラップという名で知られる、ブラウンフラップの実証試験用に設計、製造した実験機である。一機のみが製作され、ベッドフォード基地の王立航空研究所、空力飛行班で100回にわたる飛行試験が実施された。 機体はその後の差による風洞実験のためにアメリカ合衆国へ送られ、最終的にはイギリス空軍博物館に収蔵された。この機体は純粋に試験目的で設計されたため、引き込み式膠着装置といったような装置は備えていなかった。権欲配置の主翼には一組のストラットを備えていたが、これは支柱の役割ではなく、 ブラウンフラップで使用する圧縮空気を導く。尾翼は、グロスタージャベリンのものと似た比較的小型の三角形状の TGB 翼で、胴体は、ハンティングジェットプロボストと似てはいたが、小さな短座のコックピットを持っていた。単発のブリストルシドレオーフュウス、ターボジェットエンジン用の空気吸入口は、機体の最先端にあった。ジェットフラップ機構は、高温のエンジン排気の約半分を、 主翼の公園に沿った16個のノズルから排出することで実現されており、排気の約10%分は低速時の水力姿勢制御を行うために主翼端の小さなノズルから排出された。これと似た気候は後に同様の目的でフォーカーシドレーハリアーに使用された。全身用水力は残されたわずかなものであったため本機は低速飛行に限定されたが離陸速度は ほとんどの軽飛行機でも困難なわずか32マイルパーアワーという値であった。ハンティング社は1959年に2機分の製造契約を受注した。全面黄色とコックピット前の機種上面を暴言用の艶消し黒で塗装された試作初号機 XN714 は1963年3月26日に初飛行を行ったが試作2号機は完成せずに シリアル番号も与えられなかった。1963年から1967年にかけて試験飛行が行われ、1969年には一旦 NASA に送られ1970年5月に再び戻ってきた。イギリス空軍から除籍される1972年9月まで倉庫に保管されていた。H126 のブラウンフラップ、翼端の鶴と 胴体側面の主敗木口ジェーンズ、ありがとうございます。